で、積水ハイムさんのなんか不思議なのが、これうちだけかもなんですけど、積水ハイムさんの営業マンがお客さんで来ることがめちゃくちゃ多いです。絶対に外交で後悔してない。どうも、外交デザイナーの宮です。本日は、住宅業界の実例から見る外交デザインの特徴というテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん、やはり家作りの段階で、どのハウスメーカーを選べばいいかわからない。もしくはね、工務店をどこにすればいいかわからないってね、悩んでる方多いんじゃないでしょうか。やはり今、どのハウスメーカーさんも金額も似たり寄ったりだし、なんかデザインもちょっと近いなとか、なってきて、選ぶポイントがわかんない方多いですよね。でね、やはり、コストもそうなんですけれども、トータルで見たときに、外交のデザインもそぐわない形でハウスメーカーや外交を決めてしまうと、長期的に見た時に今後ね、30年40年50年と住んでいく一生の一度の買い物で大きな後悔をしてしまう可能性があります。なので今日はですね、ハウスメーカーさんを選ぶ際に外交はここを気にした方がいいよ、もしくはハウスメーカーさんはこういった傾向がありますっていうところを深掘りして徹底的にお話をしていきたいと思います。なので今日この動画を1本ね、見ていただくことによって、ハウスメーカー選びから外交につながるまでの過程を全て理解することができますので、必ず最後までご覧いただくようにお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、まずですね、ハウスメーカーさんと外交というところで今日お話をしていくんですけれども、そもそも前提としてハウスメーカーさんや工務店さんに外交を依頼するとどうなるかというと、中間マージンといって、やっぱりね、20% から 30% ぐらい費用の上乗せがされます。なので僕らみたいにエンドユーザー1本でやっている外交専門店ですね、にご依頼いただけたら、そういった無駄な出費を防ぐことができます。わかりやすい例えをすると、例えば300万円の外交の費用で外交をやりたいとなった時に、まあ、300万円直接ね、ご依頼いただけたらその通りにできるんですけれども、ハウスメーカーさんとかにご依頼をいただくと、内容は200万円ぐらいで、プラスハウスメーカーさんの取り分で100万ぐらいっていう形で、合計300万円という形でお客様が提案されて、それをね、契約して、工事することになりますので、実質ね、100万円ぐらい損しちゃう可能性があるわけです。まあ、これもうちょっとわかりやすく言うと、カーポート1台用が20万で、2台用がまあ50万とかというと、まあ、カーポートも付けれて、タイルテラス分もね、できましたっていうことになっちゃうんで、皆さんね、本来カーポートやタイルテラス欲しい方多いじゃないですか。付けられるにもかかわらず、自分から付けられなくしちゃってるんですね。じゃあこれどうすればいいのっていうと、ご依頼いただきたいと思ってるならいいと思うんですけれども、もしね、本当に適切な外交をしたいのであれば、外交屋さんに直接ご依頼いただいた方がいいのかなとは思います。中間マージンの 20% とか 30%。これもマージンの分っていうのは、ハウスメーカーさんや工務店さんが、まあ、独自で決めた数値、パーセンテージなので、一概に全体見た時に何パーとは言えないんですけれども、まちまち決まってます。なので、とりあえずゼロってことはまずないので、大体が乗っかるイメージですね。まあ、他にもよくあるのは、直接紹介しますよみたいないう手口もあります。ハウスメーカーさんが公式にやると 20% 30% 上乗せされるので、住宅の営業マンがやっぱり会社で依頼すると費用かかっちゃってお客さん損しちゃうので、僕が直接紹介しますよみたいな手口で紹介して、結局ハウスメーカーさんその紹介料お小遣いもらうみたいな手口もあって、結局お客さんも地道にね、費用かさ増しされるっていうことは、これもよくあります。なので基本的には外部のね、外交屋さんも自分でホームページとか、まあ、インスタ YouTube を見て見つけてもらえたらなと思います。今まではホームページだったんですね、10年前ぐらい。でも近年はちょっと前のぶっちゃけインスタだったんですよ。でも今は YouTube ってなってますね。なのでインスタで調べてもいいんですけど、インスタもちょっと情報量多くなってるんですよ。でちょっと迷うようになっちゃってきてます。皆さんがやっぱりこれ建築の流れって遅いので、まあ、ホームページで今時集客はないと思うんですけど、してる会社もあったりとか、インスタに今から参入っていう会社もいるわけですよ。でも僕らの考えだと、もうインスタのもう2、3年前ぐらいがブーム、一番マックスだったイメージで、最近ちょっと情報過多というか業者が多すぎるので、まあ、それより今 YouTube 見ていただいた方が分かりやすいかなと思ってますので、 YouTube で発信してるんですけれども、なので迷ったらね、 YouTube とか見ていただいて業者さん探してもらえばいいのかなと思います。ではね、早速今から、まあ、概要の方はお話をしましたので、具体的に、まあ、ここのハウスメーカーだったら、マージンこれぐらいで、こういった傾向があるよっていうところね、細かく一つずつ解説をしていきたいと思います。今回は、ある程度絞らせていただいて、ハウスメーカーをね、5選ピックアップしましたので、ここをね、一つずつ解説をしていきたいと思います。まず、1選目、住友林業さんです。住友林業さん、皆さん好きな方多いんじゃないでしょうか。やっぱり有名な大手ハウスメーカーさんですよね。で、こちらの特徴としては、当然も皆さん理解されてる方多いと思うんですけど、やっぱり無垢の自然素材とかですよね。なので、床のフローリングも無垢、本物の木を採用される方が多いですし、造作、扉とかに関しても、もう手作りの木で仕上げたりするケースもありますよね。なので、やはりこう自然にこだわっているイメージがありますし、断熱性とか、まあ、このあたりに関しても、どのハウスメーカーさんもランク上がってはきてると思うんですけども、そういった性能もしっかりしている印象があります。
なので傾向とすると大体外交を作る方とかに関しても無垢の天然木の糸引きをつけたいという方が多いんですけれども、ここで住友林業さんがどういった外交の提案をされるかというと、やっぱりウッドデッキの提案をよくされているイメージです。今の世の中こうタイルテラスが結構主流ではありまして、7割くらいの方はタイルテラスをつけるイメージなんですけれども、住友林業さんのお客様というのはやっぱりハウスメーカーさんにウッドデッキを提案されて、中には天然木ウッドデッキを庭にね提案されて設置されているケースも多いと思います。住友林業さんって独自の樹脂ウッドデッキみたいなのもありまして、要は劣化がしにくいですよみたいな素材のウッドデッキですね、そのあたりを提案されてたりもします。なのでタイルよりもどっちかというとウッドデッキを提案して家の中との調和を取るところを工夫されている印象があります。家の中から見たときに中のフローリングから外のフローリング、外のウッドデッキまでつながりがある形で演出することが多いですね。でなおかつ住友林業さんの平屋が多いイメージが僕はあるんですけれども、平屋の家でなおかつ黒とか白とか吹き付けの外壁塗装ですね。なのでここもねモダンチックなタイル張りとかよりは吹き付けが多いイメージです。これも住友さんのオリジナルのこう吹き付けの塗装があるんですけれども、そういったものを活用して、なおかつ軒が広いイメージですね。軒が多くて天井も木が、なので家の中のフローリングだったりとか軒天の木と合わせて外の屋外のウッドデッキを木材で統一するというところですね。なおかつ植栽をたくさん入れる提案をしてくれます。なので皆さんね、もしメンテナンスをあまりかけたくないっていう人今多いじゃないですか。そういった方が住友さんにお願いすると結構メンテナンスがかかる庭作りになっちゃう可能性があります。例えばウッドデッキも天然木のウッドデッキだったりとか、例えば木欲しくないんだけれども提案としてやっぱり木はあった方がいいですよっていうところで、5本とか6本入った香木の提案をしてくることはやっぱりありますね。そうなっちゃうとやはりまずメンテナンスかけたくない人に関しては自分の意見希望とは沿わない形にはなってしまいますので、ここは注意が必要です。こういった提案をされた時にシンプルに、木はいらないって通ればいいんですけれども、もしねあった方が絶対いいんでっていう形で押し通されそうであれば、これもね外部の外交さんに依頼すれば、外部の外交さんはいらないって言われたら分かりましたって思う話なので、そのあたりもしちょっと断りづらい雰囲気とかあればちょっと外部の人に相談してもらってもいいかと思います。で大体住友林業さんだと、30% 近い手数料があるイメージです。これは僕の肌感ではあるんですけども、大体こうハウスメーカーさんのこう金額とか教えてもらうと、じゃあそれぐらいは乗ってるよねっていうのを逆算できますので、大体それぐらい乗ってる感覚があります。予算オーバーしている方が多いと思いますので、適切に予算内に要望をなるべく入れた庭作りを作りたければ、やっぱり直接ご依頼いただいた方がいいのかなとは思います。あと多いのは平屋で土地も広いということなので、庭を全体を芝生張りにしている方も多いんですけども、やっぱり芝生っていうとメンテナンスがめちゃくちゃかかるんですね。でこのなぜかかるかというと、天然芝って伸びるんですよ。伸びるのでまた芝刈りをしなきゃいけない、水揚げもしなきゃいけないっていう流れになるんですね。どうしたらメンテナンスかからない庭作りができるかっていうと、天然芝でも、TM9 とかそういったものを使っていただければ成長がだいぶいいと思います。日向に当たる部分に関しては結構よく、日陰はちょっと伸びるんですけど、そういった改良された TM9 っていう高麗芝があったりします。で、他にももっとメンテナンスかけたくないっていう方に関しては人工芝とかがおすすめです。じゃあね、具体的に人工芝どんなものかっていう、一応サンプルとかもあるのでお見せすると、これね、OD ターフっていう僕よく使うやつなんですけど、こういったものがあります。結構柔らかいんですよ。動画で見たらちょっとわかりづらいんですけど、こんな感じになって、結構ふわふわとしたクッション性があるんですよ。普通人工芝って皆さんちょっと触ったことあるかもですけど、ちょっとチクチクして痛いじゃないですか。これだとね、表面が結構曲がってるんですよ。曲がってて柔らかいんですよ。ほんと裸足でも走れるぐらいの柔らかさ。めちゃくちゃ気持ちいいやつです。で、こういったね、実例使った現場もあるんで、せっかくなんでちょっと実例も見ながらちょっとお話しますね。これ最近ちょっとお見せしてますので、見てる方多いと思うんですけど、庭全体をね、聞いてます。なんかこの見た目に関して言うと、この距離感、ちょっと離れた距離感だとそこまで分かんないとは思うんですけれども、まず見た目綺麗ですよね。天然芝って、なんて言うんでしょう、綺麗なんですけど、天然ならではの良さでもあるんですけど、ムラが出ますよね。ちょっと枯れてしまった部分があったりとかあると思います。でもこんな形で人工芝だとちょっとムラは少ないですね。で枯れるとかもないですし、人工芝の場合はちょっとこう偽物、いわゆる商品なので均一になりますので、それが良さでもあります。なので見た目の不均一な部分はなくなりますので、本当均等な形になりますし、今回お見せしたような、こういった人工芝っていうのは枯れた部分も混ざってるんですよ。見ると分かるんですよ。わざと確か4色だったかな、緑が2色と枯れたこのベージュが2色とかになってる。この距離感の画像を見てもらっても分かるかもしれないんですけど、ちょっと微妙に黄色っぽい部分もあるじゃないですか。それがこの枯れたっぽい雰囲気を出してますね。なのでちょっと天然っぽい雰囲気です。
今人工芝の課題というか違いが何かっていうと、正直ある一定のものに関してクオリティの差なんてあんまなくて、まあ人工芝さんから言うとこっちはこうだよとかああだこうだ言うんですけど、正直そこの高いレベルの話をしても皆さんわかんないじゃないですか。不思議、僕らからしても微妙な差を言われたとてわかんないし、主観の問題になってくるんで人によるんですよ、この感じ方なんて。そうじゃなくて、ある一定層のレベルをクリアした段階であればどれでもいいと思ってますので、であればその中である程度の見た目を担保されて価格もコスパいいものであれば何でもいいよねと思うので、まあ、そう思った時にメモリーターンだとか OD ターンっていうのを僕は採用してるっていう話です。なのでね、皆さん人工芝とか迷ったら、まあ、いろんな種類あるんですけれども、ちょっとねサンプル見せてもらって、大体ねさっきのこういったサンプルあるので今見てもらってね触りながら決めてもらえばいいのかなと思います。その中でコスパの良し悪しっていうのは外交さんに聞けば分かると思うので、まあ、コスパのいいやつでお願いしますと言えばそれなりのものを出してくれると思いますので、そんな感じで決めてもらえばいいのかなと思います。はい、ということでね、ちょっと若干こう人工芝の話も長くなっちゃったんですけど、今回ね、まあ、住友林業さんの解説をさせていただきました。続いて2戦目、積水ハウスさんです。皆さん積水ハウスさんも知ってますよね。国内でもすごく有名なとこだし、シェア率もすごいですよね。積水さんっていうと、なんせモダンチックな、まあ、高級住宅というイメージからかと思います。はい、なのでね、このホームページとか見ていただいても分かると思うんですけど、すごい重厚感がある、いわゆる近代的なモダンな、かっこいいなって思わせるような家ですね。で、軒とかも広くて木目調があって、外壁やタイルとか、まあ、石で張ってあってっていう、かっこいいスタイリッシュな家が印象的なハウスメーカーさんです。なので当然もう皆さんご存知だと思うんですけど、コストはちょっと高めですよね。この積水さんとかの、まあ、お客さんから聞いた平均坪単価でもなく、坪単価93万とかそれぐらいって言われたりしますけど、まあ実際どうなんだろうっていうところはありますけど、他のハウスメーカーさんと比べて当然高めにはなってます。ハイコストなハウスメーカーさんにもかかわらずこれだけのシェアがあるってことは、やはりそれだけ見た目のもそうだし、性能っていうところにも力を入れてるんで、なおかつ広告ですよね。テレビ CM とかもよくやりますので、まあそういったところで皆さんに対しての認知が高いハウスメーカーさんだと思います。当然ね、積水ハウスさんとなるとどういった提案があるかというと、外交に関して言うとやっぱりモダンチックなかっこいい外交の提案が多いです。まずオープン外交、クローズ、ここの選択がめちゃくちゃ変わってきます。積水ハウスさんを選ぶ方の傾向として、僕の中でクローズ外交を好む傾向があるんですけど、クローズの金額を出すときに、僕らみたいな直の外交屋さんも700万とか800万とか、なんなら1000万ぐらいでいいですね。そこに対して積水さんだと外交も中間マージン、これ 30% とかまた乗ってくるので、さっき言ったように1000万とか出すとめちゃくちゃ乗っちゃうわけですよ。300万とかってなると、なかなか手に負えない金額感になってきますので、皆さんもね、やっぱりコストが上がれば上がるほどそのマージンの比率が増えてきますので、やっぱり直接契約される方少ない印象があります。なのでうちでもね、積水ハウスさんめちゃくちゃ多いんですよ。とりあえずめちゃくちゃあります。これも2極端なんですけど、シンプルに、まあ、外交のデザインを良くしたい、もっとだから専門性のあるところに依頼したいということで、いただくお話をいただくことも多いです。なので結果、外交の費用、積水さんとか700万ぐらいの外交を契約される方も多いです。もしくは両極端で反対もあって、家の金額がすごく高い、だから外交費用もう残ってない、200万300万しかないっていう方も来ますね。そうなると、そもそも必然的にオープン外交になるんですけど、男の2つが多いです。で、積水さんでも最近平屋の家を作る方が多い印象なので、どっちかというと平屋の方って外交をこだわる傾向にある。壁とかも大きくして目隠しをしてとか、土地も広いのでタイルテラスも大きく取ってみたいなイメージが多いので、外交費用はそもそも700万とか行きがち、だからこそそこまで外交にお金かかれてるのを理解してるので直接ご依頼いただくことが多いです。で、積水ハウスさんに依頼すると、大体ねシンボルツリー5本ぐらい入れましょうみたいな提案されたりして、木が入ってることが多かったりします。でもお客さんに聞くと、大体ねやっぱりこうそんなにいらないというのが多いんですね。今やはり共働きで皆さん働いてる方が多いので、メンテナンスをかけたくない方が多いです。やっぱりシンボルツリー5本とかやってると結構重いんですよ。仕事としては大体年に2回ぐらい剪定して水やりしてっていう作業が重いになっちゃうので結構大変ですよ。なのでどうしたらいいんだろうって迷ってる方いると思うんですけれども、もしねその提案を断れないなら外部に依頼するとか、まあそういった形でもいいと思います。でもね、過去にあった事例でお話すると、積水ハウスさんの指定分譲区域というかな、建築の指定がかかっている土地があるんですよ。一部積水さんが買った土地をめちゃめちゃ安い価格で不動産に載ってたりするんですね。でそれをめっちゃいい土地なのにめっちゃ安いじゃんと思って買うと、一応建築のこうもう縛りがあって、そこは積水さんでしか家建てちゃダメですよみたいな縛りがあって、だから土地代と、まあ、家代含めて積水さんが契約するっていう流れになっちゃうんですけど、そうなった時に外交も実は一緒なんですよって言われたりするケースがあります。そうなると、まあ、土地代安くしても買うんですけど、家と、まあ、外交っていうのは結構、まあ、言ってしまえば高い金額で出されても契約せざるを得ないじゃないですか。そういった条件下で契約しちゃってる
なると最終割高になっちゃうことはあるんですけども、なのでちょっと注意してほしいのが、そういった一部特殊な土地もあるので、もしこの動画を見てる方で土地選び中の方だったら、そういったね建築のこう縛りがある土地っていうのは、まあ、気をつけた方がいいというか、本当にその土地がね気に入れば、まあ、しょうがないと思うんですけども、一応外部に外交を発注しようとかあらかじめ勉強していた方であれば、そういったこともありますよっていうのを覚えておいてください。本当にイレギュラーな形で積水の営業マンが外交の契約を本来巻かなきゃいけないのを忘れてて直接来たっていう事例はありました。でも本来そういった形で社内で決まってるらしくて、家の契約をする際にそもそも外交も一緒に巻いちゃうらしいですね。契約そうなることによって外交も何も話さずに中間マンジに乗った状態で契約をするっていう形もあるそうなので、ちょっと暴露チックな話なんですけど、これ別に積水さんに限らずですよ、いろんなメーカーそうなんですけど、まあ、そういったところ、そういった視点の土地もありますので、もしね外部に外交を流したいとか、いろいろこう分離発注をしたいと考えている方であれば注意が必要なので、これも事前情報として覚えておいてください。で、積水さんの場合はちょっと話戻りますけど、高単価で高品質、なおかつハイブランドということでブランドもありますし、金額は高くなりがちです。外交も大体ね400万500万600万700万ぐらいかける人が多いです。で、なのでそもそもの話、家を建てる数が多いので外交もご相談いただく方が多いです。続いて3選目、積水ハイムさんです。積水ハイムさんはもう工期が早いイメージがありますね。で、見た目で言うともう結構特徴的ですよね。まあシンプルな、ちょっとモダンチックというか独特な外壁のデザインがあると思うんですけども、結構検討される方多いかなと思うんですけど、僕の感覚で言うと積水ハウスさんで建てる人の方がちょっと割合が多いとは感じてます。で、積水ハイムさんっていうのは結構外交っていうのをそもそも昔からこだわる傾向にはありました。なので外交の大事さとかも結構熟知していただいている印象があります。なので意外となんですけど、僕の肌感覚、他のハウスメーカーさんでこれがいいよみたいな提案が多いというか、うちはこうだよ、これがいいよみたいな提案が多いんですけど、ハイムさんが逆になんか外交を分かってるがゆえなのか、意外と現実的なプランをしていただいている印象が僕はあります。例えば予算200万なら200万に近い提案があるというか、なんかそんな印象ですね。なのでさっき言った火は5本ないとダメよとか、そういう話じゃなくて割と現実的な提案をしてくださってる印象があります。だからハイムさんの場合はこだわった外交を作りたいって思いがあるんですけど、現実今の提案が現実的すぎてちょっと違うなと。はい、僕らでちょっとかっこいいの提案させていただくことが多いです。で、積水ハイムさんのなんか不思議なのが、めちゃくちゃ不思議なんですけど、これうちだけかもなんですけど、積水ハイムさんの営業マンがお客さんで来ることはめちゃくちゃ多いです。なぜか知らんですけど、ちょっと余談ですけど、なんか積水ハイムさんもそんなことないですけど、僕積水ハイムで働いてますっていう営業マンがお客さんで、毎年何人来るんだろう、毎年結構来るんですよ。なんか趣味思考がちょっとうちのテイストと近いのかもしれません。営業マンが自分の家をハイムで建ててうちに来る。だから思うのが、結局自分で家建てるときに自分とかで外交やんないんだって思うんですけど、やっぱりこういう風に直接来てくださってますので、皆さん営業マンの方も分かってるんでしょうね。外交っていうのはハウスメーカーでやるよりも外部に対した方が安いってことは多分分かってますので、まあ、それがその表れだと思いますので、結構ご依頼をいただいている現状があります。で、さっきお話したように結構外交に力を入れるし、外交のこと考える傾向にありますので、こだわりを持ってるイメージもあります。だからタイルテラスもこれぐらいのサイズで目隠しはあって、カーポートはこのカーポートSCがいいよとかね、こだわってる方が多いです。やっぱりね、積水ハイムさんでもいろんなパターンがありますので、中には可愛らしい外交を作りたいと思っている方もいたりはします。これもね、実例あるのでちょっとご紹介したいと思います。6年とかそれぐらい前の家なので、今新築を建てる方であれば家の型っていうのは若干違うかもしれないんですけど、こちらの一応家は積水ハイムさんで建てられた家なので、まあ皆さんはもうこの独特というか、この特徴的なので結構外壁とかもご存知だと思うんですけども、まあこんな形の家です。やっぱり白い外壁が多いイメージですね。で、いつも意外だなと思うのがテイストがまちまちなんですよね、ハイムさんって。さっき言った積水ハウスさんとかだとかっこいいモダンなんですよ、大体8割9割でも、ハイムさんとかなんか意外と可愛らしい外交を求めてる方とか、木目調のナチュラルで優しい感じがいいっていう方から、モダンなかっこいい感じがいいみたいな。だからこう外交に思い入れがある分、求めてるものがいろいろ可愛らしいのとかあったりしますので、まあ、家もねこういった白い外壁なので合わせやすいので、まあ、正直何でもいいんですけど、お客さんの思考に合わせて、今回この実際の実例だったら可愛らしい外交を求めてる方だったので、床の土間コンクリートに関しては曲線と、アプローチに関しては天然石ですね、自然の天然石を入れてデザインしています。これ実際にヨーロッパの方から持ってきた天然の石なので、まあパリとかあのイメージをしていただくと、石畳のアプローチのイメージになってます。型にはまらずいろんな角度で提案することができますので、可愛らしいものを求めてる方に関しては可愛らしい形で決めちゃってもいいのかなと思います。3選目は積水ハイムさんのご紹介をさせていただきました。続いて4つ目、三井ホームさんです。
三井ホームさんはこれも昔から有名なシェア率の高い大手ハウスメーカーさんですよね。僕の本当イメージ10年前とか可愛らしいがあの家が多い印象でした。最近はこのホームページとか見ていただいたら分かるんですけど、世の中の傾向の部分でかっこいいモダンチックなものが流行っています。なんかテイストが変わったと言ったらおかしいんですけど、幅が広がった印象があります。ちょっとイメージ僕の中だと可愛らしい家とかは強いイメージなので、であれば可愛らしい家を建てる方に関してこういったねポストとかもこだわるイメージです。で例えばですけど、このボビーとかすごく人気ですね。これほんと可愛らしい家とか洋風チックな家を建てる方って大体気になってると思うんですよ。これ何かっていうとポストなんですけど、色が豊富で北欧風のポストで、まあ、白とか赤とかボルドとかショコラとかね、たくさん色があります。まあ見た目がねそのままで可愛いんですよ。でこのポストも最近ね宅配ボックスが有名なので、宅配ボックス付きのボビーとかも出てきてはいます。で中間マージンも三井さんも 25% とか 20% とかはかかるイメージなので、まああんまり自社でやらない人は多いんですけど、あの自社というのは三井ホームさんでやらない方多いんですけど、でも積水さんとかあの辺に比べると比率は、こちらにご問い合わせいただく比率は少ない印象があります。なので直接契約をうまく取ってる方も多いのかなと思います。やはりこのさっき言った三井ホームさんの可愛らしい雰囲気とかの家を作ろうと思うと、家に合わせた形の可愛らしい提案をされるとすごく刺さると思うんですよ。だからそのままね外交も一緒にやる方が多いと思いますし、なおかつ三井ホームさんって結構外交にも力を入れてるんですよ。外交もね専門的にこうキャブとかしっかり書かれて提案しますので、やはり打ち合わせの流れで設計士さんと一緒に外交を決めちゃうとそのまま契約しちゃったりすることもあるんですけど、やっぱりマージンっていうのは乗りますので 20%30% ぐらい確保していただいて、そこでね見た時に、まあ、それを払ってでもお願いした方がいいものが作れると思うのであればいいと思うんですけど、まあ、そうじゃなければやっぱり直接依頼していただいた方が絶対に安くはなります。続いて最後5選目、ダイワハウスさんです。ダイワハウスさんはアパートとかあっちのイメージが強いんですけど、当然あの一般注文住宅やってます。ただ金額感ちょっと高いんですよ、やっぱりダイワハウスさんで。売り上げは積水さんと並んですごくシェア率が高くて先端を走ってるハウスメーカーさんです。でエクステリアに関して言うと、あのこのホームページとかも売ってるんですけど、結構こだわるイメージですね。やはりダイワハウスさんの家建てる方っていうのは高級層というか高級住宅感満載なので、結構こだわったこの施工事例とか載ってはいるんですけれども、これ当然ね皆さんお客様って予算の幅がありますので、高いものから安いものから幅広くあります。ダイワハウスさんのマージン高いんですで、多分ね 20% から 30% ぐらい、やっぱ皆さん大体そうなんですけど、それぐらい取られます。でダイワハウスさんの特徴で言うと、まあ、機能性を結構重視する方が多いですね。なので、まあ、外構のデザインとかよりもどっちかというとアプローチの動線とか、濡れずに家に入りたいとか、カーポートはこれがいいとか、カーポートもなんかあのポリカのやりじゃなくて影がしっかり作れるカーポート SC とかがいいっていうイメージがあります。今ちらっとお話ししたカーポート SC って何かっていうと、はい、こんな形のカーポートです。大体なんか今って市場世の中だとこう天井がポリカっていう透明の屋根が多いんですけど、これでアルミ系の屋根をつけることによって車の中の温度を下げることができます。もう30度ぐらい一気に変わってくるので体感温度も全然変わるんですね。このカーポートっていうのも温度がですねすごく熱くなりづらいです。まずカーポートなしの直射日光だと大体ダッシュボードの表面が80度とかなんですよ。で一般的なカーポート、ポリカーのカーポートとダッシュボードの表面とか 60.8 度、まず20度ぐらい違うんですね、カーポートありなし でプラスカーポート SC みたいなアルミ屋根だと 37.6 度ということで、大体ね、まあ、25度ぐらい変わってくるんですね。とにかく今暑いですよね。この 80度っていうのは気温29度の話なので、多分もっと上がるんですよ、90度とか狙ってくるととてもとても耐えられませんので、もし機能性を求める方であればこの辺りのねカーポート選んでいただけたらいいのかなと思います。でまとめますと、ダイワハウスさんとかは見た目はモダンチックなかっこいい家なので、それに当然沿った形のシンプルモダンな外構を作る方が多いんですけれども、個人的にはデザインも取るんですけど、イメージは機能性を求める印象があります。で予算感はね300万から400万ぐらい外構をかける方が多いイメージです。でね、結局ハウスメーカーさん選ぶときって皆さんやっぱりこう予算の話とかあると思うんですけれども、どこで選べたんだけど、大体ねやっぱ営業マンとの雰囲気、コミュニケーションがうまく取れるかとか、結構そのあたり大事にされる方が多いので、家の性能が良くても結局そこの自分の意図するものの踏み取りっていうのがうまくいく方といかない方であれば、そもそも見当違いの家が出来上がってしまう可能性だってありますので、しっかりとこのあたり打ち合わせコミュニケーションを取れる方を選んでいただいて、あの進めていただけたらと思います。あと何度も言いますし、冒頭でもお話ししたんですけど、外交とかっていうのは直接ねご依頼してもいいんですけど、やっぱりマージンっていうのは 20%30% になっちゃいます。ってなると100万とか100万以上損する方が多いので、やはりそもそも外交で予算オーバーになってるなら、そのあたりを削っていただいて、まあ、うまくねあの動くようにしてみてください。はい、ということでね、
本日の動画いかがだったでしょうか。今日はね、ハウスメーカーさんについてお話をさせていただきました。今日の動画良かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。今日はね、こういったハウスメーカーさんに合わせた外交というお話をさせていただいたんですけれども、今後ね、いろんな観点でお話をしてます。現場のルームツアーもそうだし、外交のフェンスとかカーポート最新商品とかね、幅広くお話をしてます。今後こういった有益な情報を見逃したくないという方は今のうちにチャンネル登録をお願いします。またですね、今全国的にフランチャイズ加盟店さんも募集してますので、気になる方がいれば URL をチェックしてみてください。他にも概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと豪華5大特典をプレゼントしています。まず1つ目はオリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。2つ目は基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。3つ目は特選商品特集、4つ目、外交チェックシート全35項目、5つ目は登録者限定動画のプレゼント。他にも動画でお話しできないような内容もこっそり公式 LINE ではお話してますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。またこのチャンネルでは失敗しない、後悔しないための外交作りについて情報発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。はい、おまけですね。最近ね、すごくありがたいことで皆さんね、動画見ていただいて僕も嬉しいです。おかげで結構チャンネルも伸びてきたんで、やっぱりこう皆さんがこうやって動画を見ていただくことによって僕も励みになりますし、そうすることによって結構ね、僕も公式 LINE とかでお問い合わせいただくんですよ。どうだろう、福井に住んでるんですとか、北海道に住んでるんです、沖縄に住んでますみたいな、なんとか外交お願いしたいんですけどみたいなことをめちゃくちゃいただくんですよ。でもこれは今現実ちょっとゆっくりなんですけど、皆さんこうお届けできるように頑張ってる最中っていう感じですね。やはりこうやって皆さんが動画を見ていただくことによってチャンネルもね、伸びますし、僕も頑張ろうと思えるんですよ。だから皆さんすごく応援していただけると僕も力にもなるんですけど、そうすることによってもうちょっとね、皆さんのところにお届け、店舗をね、出せるように頑張ろうとかね、なっていくことによって、こうやって僕にお願いしたいって方が増えていただければ、そういったところに僕も店舗を出しますし、少しでもね、皆さんの力になれるように、こうやってね、動画でいつもお話をしてるんですけど、なかなか動画だけじゃ分かんない方もいると思うんで、直接ね、お話をできればちょっと皆さん満足ね、後悔のない外交を作れると思いますので、そこに対して僕も頑張っていきたいと思います。なのでね、ちょっと応援してください。コメントでもいいですし、いいねとかをしたり、チャンネル登録してない人はするとかねしていただけたら僕も励みになりますので、よろしくお願いします。